はいさん、おはようございます。今日は10月の、すいません、11月の3日、日曜日ですね。本来は 本来は今9時なんですけど、時間が1時間 戻って8時ですね。時間、皆さん、アメリカに住んでおられる方、西海岸だけかな、すべてのアメリカだと思うんだけど、1時間バックですね。だから、9時だったら8時に戻さないといけないということです。まあ、昔ね、かなりミス しましたけど、まあ、面白いですよね。時間をこう1時間こうバックさせる。日本はね、ないですもんね。まあ最初アメリカに 来た時にめっちゃ びっくりしましたけど、まあサマータイムとウィンタータイムっていう形でここでは言いますね。ねえ、面白いですよね。場所が変わるとな、まあこういうこともありうるっていう形ですね。まあ一時ね、なんか日本でもなんかサマータイムとかウィンタータイム取り入れるっていう話があったんですけど、どうなったんでしょうかね。わ からないんですけど、まあそういう形でサマータイムとウィンタータイムっていうのが ここ アメリカにはあって、今現在9時なんですけど、朝のですね、9時なんですけど、こう時間をこう戻すっていう形ですね。ということで、Thank you for watching でした。さすがです。